ベラルーシ当局が旅客機を緊急着陸させて反体制派のジャーナリストを拘束した問題を受け、 EU、ヨーロッパ連合はベラルーシに対して制裁を科すことを決めた。この問題はベラルーシ当局が23日ギリシャからリトアニアに向かっていた旅客機を首都ミンスクに緊急着陸させ、乗客の反体制派のジャーナリストの男性を拘束したもの。この問題を受けて EU は24日の首脳会議でベラルーシに対し男性を即座に釈放するよう求めるとともに制裁を科すことを決めた。